やや皆さん、ニキビができたら速攻潰すタイプの人間です。本日はインスタで異性にされて興奮する仕草とか言動を募集させていただきました。だからこの動画で異性が興奮する瞬間を知ることによってじゃんじゃん相手を興奮させていこうぜ、世の中ハッピー。まあ、今回ね、これめっちゃわかるわってやつも多分あると思うんですけど、結構アブノーマルなやつもありまして、だからまあアブノーマルなやつに関しては、あ、もうこんな変態もいるんだみたいな感じで、もう社会勉強として見てもらえればと思います。だからね、僕この前性癖心理テストみたいなやつをやってたんですよ。それを一緒にやってたやつが結構ね、真面目な人なんですよ。僕はね、マジでふざけた感じだから、どんな診断結果になっても、別に受け入れられるんですよ。ただそのね、真面目なやつは、普段からね、ちゃんとしたこと言ってるし、浮気は絶対しないよみたいな感じのテンションなんですよ。だけど、その心理テストやって、そいつが答えたやつほとんどアブノーマルなやつなんです。で、逆に僕はめちゃくちゃ純粋なやつばっか出るんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、普段僕みたいにちゃんとしてないクソったれ野郎みたいなやつの方がもう真面目なんだなって話なんですよ。ということで、なんだっけ、あと異性にされて興奮されたもろもろ、レッツゴー。絶対一人にしないって言われた。へー、でも絶対一人にしないとか、絶対結婚するとか、そういう絶対という言葉を軽はずみに使うやつは絶対信用してはいけません。好きな人が前髪をかき上げた時。いや、なんか熱いわ。なんでだろうな。動画撮ってるとすごく熱くなるわ。なんでだこれ。熱いわ。熱いわ。黙れメス猫って言われてキュンシュした。黙れメス猫。彼氏が夢中で胸触ってるの見るとなんかキュンとする。もうそれはね、もう完全に母性本能ですね。やっぱり女性には母性本能っていうものがありますから。だからさ、そのなんだろう、君たち可愛いとか好きでしょ。だからこれからは僕までどんどん母性をくすぐっていこうかなとか思ってます。ただまあね、その胸を触ってるのを見てキュンとしてるってことは、もうそれ多分彼氏じゃなくて赤ちゃんとして見てますね。体調悪い時しゃがんだらお姫様抱っこされた。おい、それってどうなん？体調悪い時にお姫様抱っこされたら、今はやめてってならん？静かにしないと人来るよ。先生とか生徒とか関係なくない？静かにしないといけない状況でそういうことするのはなんか背徳感があっていいんでしょう。もうそれはわかるわ。ただまだ先生と生徒っていう関係なのに手を出してくる先生はちょっとヤバいと。シュートさんなら彼女をどうやってドキドキさせますか？早くホテル行こうぜ。メガネを外した時。眩しい。好きな人にゴリラって言われた時、もうウホウホ興奮しましたね。なんかさ、こういうの見ると何が正解か分かんなくなるよね。だってさ、ゴリラって言われて喜ぶ人とか、メス猫って言われて喜ぶ人がこの世界には存在するんですよ。だから結局のところ、何が人を傷つけて何が人を喜ばせるかっていうのはもう本当に分かんないね。黒板消してる時に俺上やるから下やってって言われた。俺だって身長が178ぐらいあれば全然言うし、身長が164しかないからさ。あ、でもそれってさ、逆に母性くすぐるね。ほっぺた触ろうとしたら手を牽制しつつのバックハグで耳元でダメ。オッケー、ちょっと待ってね。ほっぺたを触ろうとしたら手を牽制しつつのバックハグで耳元でダメ。なんでダメなの？好きな人が喘いでた。え、ちょっと待って、これどっちだろう？男子かな？女子かな？まあ、男子が喘いでるのはどう感じるか知らんけど、とりあえず女子が喘いでるのを見て男子はすごく興奮はしますね。え、てかさ、どういうこと？喘いで、なんでちょっと客観的なの視点が。縛っていた髪を下ろした時。いや、これはすごくわかるね。だから結局のところ何が言いたいかっていうと、縛ってた髪を下ろすのもいいし、下ろしてた髪を縛るのもいいんだよね。だから縛ったりほどいたりするのがみんな大好き。ドッジボールで守るから俺から離れないでって言われて禁止した。ドッジボールやで。なんかたくさんの不良から囲まれて、いや俺が守るから絶対に離れんなよ、だったらなんかかっこいいってなるけど、なんかドッジボールでそのセリフ吐かれてもさ、え、なんでそんな本気なのあなたってなる人の方が多いと思うんだよね。どう？学校行きたくないって言ったら俺は会いたいから来てって言われた。こんなん言われたらさ、もう1時間目から6時間目まで全部数学でも行くわ。席替えしたくないって言われた。2人の席がめちゃくちゃ離れますように、そしてその分心の距離が近くなりますように。目にかかった前髪を手を使わずにブンってやるところ最高。燃え袖しか勝たん。もう本当にあなたたちはさ、燃え袖が好きって言ってる、腕まくりが好きって言ってる、普通常の袖を愛せよ。どんな気持ちでさ、デザイナーさんがこの長さにしたと思ってんの。本当にもう信じられん。まるまるしよっか、キュン。まあ、まるまるしよっか、多分まあキスしよっかかな、多分ね。キスだった場合さ、言われてされるのが好きな人と言われずにされるのが好きな人もいるやん。その論争さ、もうちょっと片付けようや。みんなキスされる前は言われたい、それともいきなりされたい、どっち？髪が濡れてる姿。いや、もうちょっとようわからんわ、これ。酔ってるところ見てみたい。うん、わかるよ。なんか男の俺でも言われたらちょっと嬉しいもん。やっぱり酔ってる時っていうのは自分の本性が出ますからね。それも見たいって言ってくれてみたいな。え、酔っちゃっていいのみたいなね。しかもさ、女子だとあれなんじゃないかも。え、酔った後ちょっとどうしちゃうのみたいな。縛られててほどいてってうるうるした目で上目遣いで言ってくるの興奮する。ド S 野郎やん。大丈夫か日本。好きな男無意識に自分の尻を揉んでて、正直我大興奮不可避大歓喜なり。ああ、もう危ない。もう正直我ドン引き不可避通報なり。脇腹ツンってされた。うん、可愛い変態って感じで好き。結婚する。はい、ということで、異性の興奮する仕草や言動たちでした。どうですか？皆さんの性癖にドンピシャなやつはありましたか？やっぱりね、これで分かったのは、もう人間何をされて興奮するかっていうのも、ほんと人それぞれだな、みたいな。もうすごくいい勉強になりました。ではでは、また次の動画も絶対見てね。バイバイ。お風呂入ってきます。